東山天皇は日本の第113代天皇、意味名は朝日人氏、陽明は五宮。追後の東山は両所潜入時の三号にちなむ。東山天皇の御代は懲罰官が融和し、また、ご水のお上皇以来の朝木復興への努力が開花した時代であった。武家転送の人事権を、 幕府から朝廷に取り戻す講師となり、五領はこれまでの一万国から三万国になり、朝廷は財政面でも著しく好転した。遠方三年九月、霊元天皇の第四、御子として誕生。天那三年三月に諸君となり、十二月に新王宣言があった。天那三年二月に自家人新王以来三百年ぶりの立大司令を経て、 皇太子となる。状況4年に1月に減服し、同年3月21日に霊元天皇の上位に伴い戦争した。同年4月に即位式を挙げた。さらに11月16日には長く廃絶していた大城祭の儀式を復活させた。この背景には朝木復活や王政復古運動に尽力していた父、霊元天皇の意向が強く働いていた。 東山天皇の治世は23年に及ぶが、その前期を通じて、父、霊元上皇が陰性を敷いた。しかし、元禄3年1月には、幕府の後押しを受けるこの江本博が、霊元上皇の後押しを受ける一条兼てるを失脚させて、朝廷政治の実権を掌握したため、その後、関白、この江本博と霊元上皇の陰性との間で、 幕府との距離をめぐって対立が深まった。元禄七年、霊元上皇は、政武の天皇への異常を宣言するものの、実権は依然として、上皇の支中にあった。元禄十年、母、松木宗子の信任の扱った偽装中加角氏、広氏の鋼鉄問題をめぐって、両親と対立し、中加角の普段からの天皇啓示の言動に、不快感を抱いていた。 この絵元宏との関係を強めた。その後、天皇は、この絵元宏の補佐を受けて、申請を遂行するようになる。しかし、東山天皇の在位期間は、いわゆる元読時代に相当し、犬久保と呼ばれた、徳川綱吉の将軍在職期間と重なっている。徳川綱吉は、ことのほか皇室を敬ったため、朝廷と江戸幕府との関係は、概ね良好に推移していた。 この結果、五両は一万国から三万国に増え、三両の大幅修繕なども実現した。次の将軍、徳川家信は、この江本宏の娘婿にあたり、東山天皇、この江本宏、徳川家信のラインの完成によって、懲悪関係は最も安定した時期を迎える。天皇の在世中には実現できなかったものの、天皇の巫女、自家人心能によって、 新宮家を設置するに至ったのもこうした良好な幕府との関係を抜きにして語ることはできない。ただし、元禄十三年には幕府に無断で武家転送の大町公通りを罷免している。それまで武家転送の人事は幕府が行っていたが、天皇が幕府の許しを得ずに転送を罷免して、幕府にそれを異論を挟まなかったことは武家転送の人事権を 幕府から朝廷に取り戻すきっかけとなった。元禄14年3月、東山天皇が江戸へ派遣した直使柳原四角、高野田元春の接待をめぐって、接待役の阿穂藩主、浅野長典が、指南役の後家、吉良義仲に切りかかるという少子王老家の人情事件が発生する。この絵本弘の日記によると、この絵が東山天皇にこの教示について、 報告をした時の天皇の反応について、ご気閲の旨、大せ下し終わりぬと記している。また、気楽した、直使領名及び因子、聖漢寺博士邸の三人を、三大禁止の処分を行ったと記される。しかし、これらの資料で読み取れるのは、この絵本博が、吉良義仲に対しては冷たかったらしいことである。ヨ仲は、霊元天皇の御代の遠方四年の年頭衆議の、 上司の際には、五歳上皇から、直筆の、移し職手の牙の松の地と瀬尾も同じ心の友と、敷地領務という和歌を歌詞されている。元禄十四年、桜町天皇、桃園天皇の山頂に渡って仕え、二に、内外人に進んでおり、義仲を嫌っていたとされるならば、その者の孫を、天皇自身の子や孫の側近として徴用している。説明もつかない。 宝永六年六月、中三角天皇に上位。父、霊元法を抑える形で、自ら陰性を開始するが、その後間もなく天然島にかかって崩御。宝山三,三十六。霊元天皇の第四巫子。母は内大臣、松木隆史上の娘、天智宗子。自家人親王の子、高塚佐助平は、高塚佐家の養子となり、その子孫には、 大正時代の元老、西恩寺金持ちもいる。月林領領は、宮内庁により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の川流寺内にある、月林領に事情されている。宮内庁上の形式は、石像九十島。また皇居では、高齢殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。谷口2019。 P66 静止家系大事典キラシ資本牧書家系服装東山天皇重要文化財指定年月日1944年9月5日ありがとうございます